ジェミニ8号。ジェミニ8号。公式には、ジェミニ5は、アメリカ合衆国の宇宙機関 NASA が行った、ジェミニ計画の6度目の有人宇宙飛行である。この飛行では、史上初となる2機の宇宙機の軌道上でのドッキングが割れたが、同時にこれも、アメリカ初となる宇宙空間における乗員の生命を脅かすほどの深刻な危機の故障が発生し、 飛行を緊急に中止する必要が迫られた。飛行士らは、無事地球に帰還したが、このような緊急事態からの生還は他に、アポロ13号の例があるのみである。この飛行は、アメリカの有人宇宙飛行としては12番目のもので、高度 100km 以上を飛行した、X、X-15 実験機を含む当時の、世界全体の記録としては22番目のものである。 船長ニール・アームストロングは1960年に海軍予備役を退官していたためアメリカの分艦として2番目に宇宙に行った。最初に宇宙に行った米の分艦は X-15 のフライト90で飛行したジョセフ・ウォーカーである。史上初の分艦による宇宙飛行を実現したのはソビエト連邦で1963年6月16日にワレンチナ・テレシコは 史上初の女性宇宙飛行士であるオボストーク6号で飛行させた。彼らがジェミニ11号の搭乗員になることが予定されていた。1966年3月16日、ジェミニバイブは3日間の飛行を予定しており、近地点 161km、遠地点 270km の軌道に打ち上げられた。あと、4週目にアジェナ標的衛星とランデブーし、 史上初のドッキングを行うことになっていた。アジェナとのドッキングは当初は、ジェミニ6号で予定されていたもので、標的衛星はこれ以前に、高度 298km の軌道にすでに打ち上げられてた。予定では4回に分けて、ドッキングが行われることになっていた。最初のドッキングでは、デビッド・スコット飛行士は2時間10分にわたる、意欲的な船外活動、エクストラ。 微ヒキアラーアクティビティ、イーバーを行うことになっており、実現すれば1965年6月にジェミニ4号で、エドワード・ホワイトが宇宙遊泳を達成して、以来のことになるはずであった。スコットは、長さ7.6メートルの命綱に身を預け、地球を一周半する間に、ジェミニ宇宙船の全部接続部から、原子核入在放射線実験装置を回収し、その後、アジェナで、 流星人の実験を行うはずだった。作業を終えると、ジェミニに戻り、姿勢制御の微調整用の機器を、作業板のボルトを緩めたり締めたりして検査する予定になっていた。スコットは、イーバの間、アームストロングが、アジェナから、ジェミニを切り離した後、宇宙船の後部接続部に収納されている船外、活動支援機器、エクストレビー引きアラー、サポートパック、 ESP を身につけテストすることになっていた。これは独自の酸素ボンベを搭載した、背負い袋のような機材で、フロンガスを推進剤とする携帯式の特殊な、姿勢制御装置と、長さ23メートルの延長の命綱が、付属していた。彼はジェミニ及びアジェナと、18メートルまで離れて、変態を組み、ジェミニに登場しているアームストロングと共同して、いくつかの操作を行うわだったが、 ドッキング直後に発生した重大な飛行中の緊急事態で計画が中止されたため、この EVA を行うことはなかった。この飛行ではまた、追加で3つの科学的実験と4つの技術的実験、及び1つの医学的な実験が行われる予定だった。この5ヶ月前、NASA はジェミニ6号のためにアジェナ標的衛星を打ち上げていたが、軌道投入の際に、 アジェナのエンジンが爆発したことにより、アトラスアジェナロケットの発射が失敗したため、計画は予定を組み直さなければならなくなった。この時点では、すべては完璧に進行していた。アジェナは、高度 298km の円軌道に乗り、自動制御で、ドッキングのための正確な高度に軌道を正していた。ジェミニ宇宙船自体も、百六十六年三月十六日、 くしくもこの日は40年前に、ロバート・ゴダード博士が、世界初の液体燃料ロケットを発射したのと同じ、日であった午前10時41分2秒、東部標準時間に、改良型のタイタン E 型ロケットで、近地点 160km、遠地点 272km の軌道に打ち上げられていた。8号の発射は正常に行われ、タイタン E と宇宙船双方に目立った異常は、 発生しなかった。第1回の軌道修正は発射から1時間34分後に行われた。飛行士らは軌道姿勢制御システム、オービットアティチュードマニューベリングシステム、オメスを5秒間噴射し、遠地点をわずかに下げた。第2回の修正は軌道の遠地点の近くで行われ、速度を毎秒15メートル増加させ、遠地点と近地点双方を上昇させた。 第3回の修正は太平洋上空で行われ横方向への噴射で毎秒18メートル加速し軌道平面を南側に傾けた。メキシコ上空に差し掛かった時ヒューストンの通信担当幹事ムラベルはさらに毎秒0.79メートル加速する最後の軌道修正が必要であると伝えた。ランデブー用レーダーは距離322キロメートルの地点でアジェナの姿を捉えた。 発射から3時間48分10秒後、飛行士らはさらにロケットを噴射し、アジェナよりも高度が28キロ低い延期度に侵入した。最初にアジェナを目視したのは、距離141キロの地点で102キロまで接近した時コンピューターによる自動操縦に移行した。その後の数度にわたる微調整で距離46メートルまで接近し、相対速度はゼロになった。 飛行士らは30分間にわたってアジェナを目視で点検し、発射の衝撃による損傷は何も見られないことが確認でたため、管制室はドッキングを遂行するよう指令を出した。アームストロングは毎秒8センチメートルでアジェナへの接近を開始した。数分間のうちにアジェナのドッキング装置の止め金がかかり、緑色のランプが点灯して、ドッキングが完了したことが示された。 管制室、ドッキングが完了した。実に、スムーズなものだったよ。スコットは、無線で地上に報告した。この時地上の管制官の間には、アジェナの姿勢制御装置に不具合が発生しており、正しいプログラムが搭載されていないのではないかという疑念が生じていた。この疑念は、その後間違いであることが分かったが、地上との通信圏外に入る直前、管制室は、 アジェナに何らかの異常が発生した場合は、直ちに、ドッキングを中止するよう飛行士に伝えた。アジェナが内蔵プログラムにより、ジェミニと結合した船体を90度右に傾ける、操作を開始した後、スコットは、船体が右回転、ローリングしていることに気づいた。アームストロングは、ジェミニノーメスを使用して、回転を止めたが、一旦停止した後、すぐに、またローリングが始まった。 この時点で8号は地上との通信圏外にいた。アームストロングはオメスの燃料が30%にまで落ちていると報告した。これはすなわち問題がジェミニの方にあることを示していた。回転があまりに速くなりすぎると宇宙船の一方、または双方が損傷し、さらには燃料を大量に積んだアジェナは分解あるいは爆発する恐れがあるため、 飛行士らは状況を分析できるようアジェナを切り離すことを決断した。アームストロングが切り離しのため機体を安定させようと奮闘している一方で、スコットはアジェナの制御を地上からの指令に切り替えた。スコットが分離のボタンを押すと、アームストロングはロケットを長時間噴射して、アジェナから遠ざかった。アジェナの重量がなくなった瞬間、 ジェミニの回転数は急激に上昇した。この直後、宇宙船は通信連絡船コースタルセントリー、キューベック、コースタルセントリーケベックの通信圏内に入った。この時宇宙船の回転数は1秒間に1回転にまで達しており、この状態では飛行士は視界がぼやけ、意識を失ったり回転性目前に陥ってしまう危険があった。アームストロングは回転を止めるために、 オメスを停止し、大気圏再突入システムでエントリーコントロールシステム RCS の推進装置を使用することを決断した。宇宙船の状態が安定すると飛行士らはオメスを順番に点検し、その結果8番の推進機に異常があることを発見した。再突入用の燃料は回転停止に使用したため、ほぼ75%が失われており、 規定では何らかの理由で RCS を一度でも噴射した場合は飛行を中止しなければならないとされていたため8号は直ちに緊急着陸の準備を始めた宇宙船は第二回収部隊の活動範囲内に着水させるため軌道を一周した後に大気圏に再突入することが決定された当初は大西洋に着水することが予定されていたが ここに到達するのは3日後のことだった。そのため回収船アセスレオナルド F メイソン、アセスレオナルド F メイソンは、日本の沖縄東方 800km、横須賀南方 1000km に新たに設定された着水点に向けて出発した。再突入を開始したのは、中国上空で NASA の通信ステーションの範囲外だった。航空機も派遣され、 パイロットの一人アメリカ空軍レス・シュナイダー、レシュネデール機長は、宇宙船が正確な時間と場所に降下したかお目を凝らして観測した。ジェミニを発見すると、飛行機から、アメリカ空軍パラレスキュー部隊、ユナイテッド・ステイツ・エアフホース・ペレスキューのグレン・エム・ムーア、グレン・エム・ムーア、エルドリッジ・エム・ニール、エルドリッジ・エム・ニール、ラリー・ディ・ヒュエット、ラリー・ディ・ハイットの3名のレスキュー隊員が飛び降り、 宇宙船に浮き輪を取り付けた。着水から3時間後、レオナルド F メイソンは宇宙船を感情に引き上げた。飛行士らは疲労困憊していたが、無事に生還した。事故調査の一環として、地上管制官は、その後数日間にわたり、アジェナに指令を送り、燃料と電源が尽きるまで様々な軌道操作を行い検査した。この4ヶ月後、ジェミニ10号の飛行士らは、 廃棄となったアジェナ・トランデブー氏、マイケル・コリンズ飛行士は、流星人収集機を回収することに成功した。ジェミニ8号の飛行は、国防総省の9655名の人員と96機の航空機16隻の艦船によって支援された。姿勢制御ロケットの故障の原因については、決定的なものは発見されなかったが、最も可能性がありそうなのは、 電気的なショートであると結論付けられ、中でも静電気の放電によるものが最有力であるとされた。推進機への電力は、スイッチが切られても流れ続けていたことが判明した。そのため同様の問題の再発を防止すべく、それぞれの推進機が独立した回路を持つ、要宇宙船の設計が変更された。NASA 副局長のロバート・シー・マンズ、ロバート・シー・モンズは、事故発生当時、 コダード宇宙飛行センターが主催する夕食会に出席していて、副長官のヒューバート・エイチ・ハンフリーも来賓の講演者して招かれていた。この事故を受け、シーマンズは NASA の問題調査の過程を軍の事故調査委員会に法、習って見直すことを決定し、1966年4月14日、新過程、業務管理指示書8621.1、 飛行失敗の際の調査方針及びその過程が成分化された。これは重大な飛行の失敗に対し、通常は計画の様々な部署の職員が責任を持っていた自己調査につけ、それらを超えて独自の調査を優先的に行う権限を副局長に与えた。文書では次のように言明されている。これは、 宇宙空間及び飛行場の活動で発生したすべての重大な計画失敗についての原因の調査と記録を行い、その結果見出されたものあるいはその勧告を受けた結果として適切で正しい行動を行うための NASA の方針である。ジェミニ宇宙船の元受けであるマクドネルエアクラフトもまた自身の諸過程を変更した。この事故以前は マクドネル社の上級技術者らは発射の時はケープカナベラル空軍基地にいて、その後飛行の残りの時間はテキサス州ヒューストンの管制センターに飛行機で移動することになっていたが、今回の事故は彼らがヒューストンに移動する途中で発生した。そのためマクドネル社は技術者らを飛行のすべての時間ヒューストンに常駐させることにした。8号の計画の基礎は、 飛行で達成されることが期待されていたすべての目的をスペクトル線で表している。底部にある図柄は十二宮のジェミに双子座の記号とローマ数字のバイブを組み合わたものである。二つの星は双子座を構成するカストルとポルックスで、その光線はプリズムでスペクトル線に分解されている。気象のデザインをしたのはアームストロングとスコットの両名であった。 8号の機体は、現在は、オハイオ州、ワタコネタ、ワタコネタのニール・アームストロング、航空宇宙博物館に展示されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。